まあ、中学生なんで、まずは怪我をさせないことを、まあ、意識してやってます。で、あとは、まあ、基本をしっかりと、まあ、教えるというか、やってもらうっていうことが一番重要だと思ってます。自分の子供が、この名古屋北深夜でお世話になって、それから、コーチということでやらさせていただいて、まあ、現在までやらせていただいていると。まあ、一生懸命、やるということを基本に、まあ、諦めずに最後まで粘り強くやることを、まあ、チームの、まあ、方向性というかですね、方針にしてます。一生懸命、練習にしても最後までやりきれるかどうかっていうところは、まあ、見てます。そうですね、やっぱりまあこれから高校、まあ、その上野球を続けていくっていうことで、まあ、今は一生懸命、まあ、基本を忠実に、そして最後まで諦めない、まあ、そういう心をですね、育てたいというふうに思ってます。そうですね、トレーナーの方にも見ていただいてますので、まあ、痛みあるいはまあ疲労ということで感じる場合はすぐトレーナーに見ていただく環境ができてますし、あとは今年から走塁とかも含めて走り方のまあコーチもつけましたので、まあ、そういったところからしっかりと取り組んでいきたいなというふうに思っています。やはり選手の成長が一番だと思いますので、まあ、ここで3年間やってまた高校で成長してくれる姿を見たいなと思っています。あ、そうですね、飛び抜けた選手はいないですけれども、まあ、みんなで力を合わせてということを言ってますので、まあ、全員で力を合わせて頑張りたいなと思っています。まあ、今年のチームは去年のチームからの引き継ぎの子が 2,3 人いたりして、まあ、スタートの段階では良かったんですけれども、まあ、なかなかそこからの成長の伸びしろがちょっと足りなくて、なかなか苦労したところはあるんですけれども、まあ、全員がですね、真面目な子が多くて、まあ、最後まで一生懸命やってくれてるなという思います。やはり、キャプテンの高井を中心にですね、あと、守りの方でも、ショートの堀だとか、センターの菊本、まあ、そういったところが中心になって、今、頑張ってくれてます。まあ、練習は、環境が非常にいいので、メインのグラウンド、サブグラウンド、あるいはゲージっていうことで、バッティングゲージもありますので、それぞれ効率的に練習してます。で、特に、まあ、基本っていうところで、まあ、守りの練習をちょっと時間割くようには心がけてやってます。は、このチーム、名古屋のチームでありますので、基本的には、毎年出たいなというふうに考えてます。去年と2年連続で、まあ、出場できることになりましたので、去年はまあ2回戦で惜しくも負けてしまいましたので、まあ、最後のバンテリンドームまでぜひ出れるようにですね、今年も努力したいなと思ってます。まあ、今も言いましたけれども、昨年ちょっと悔しいところで負けましたので、今年はぜひみんなで力を合わせて、ドームで試合ができるように頑張ります。ベースボール1